はい、レオンチャンネルです。数ヶ月に一度しか更新されないガシャポンブログの方で、何やら重要そうなガッチャードに関するガシャポン情報が解禁されたっぽいので確認しましょう。このブログだいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらい、まあ2ヶ月に一度ぐらいの更新しかないですよね。で、何これ、ガシャポンプレミアムだから、さては1回1500円の総動の、何これ、普通にプレ版のプレミアムエディションと変わんなくない？総動ガシャポンエディション、ガシャポン売り場でガッチャーで、どういうこと？皆さんこんにちは、仮面ライダーシリーズのガシャポン担当 K です。ギーツ最終回の興奮冷めやらぬ中ではありますが、新商品情報をお届け。現時刻よりガシャポンオフィシャルサイト内に仮面ライダーガッチャーと特設ページがオープンしておりますので、ぜひご覧ください。え、マジ？ちょっとガシャポンページ行くか。いろいろお伝えしたい情報がございますが、本日一番、お伝えしたい特大ニュース、それは総動ガッチャードガシャポンエディションが11月より始動。食玩版にちょい遅れてか。食玩版は以前情報確認しましたが、これ10月だったよね。遊び出したら止まらないのコンセプトはそのままに、1個税込み650円で、まあ、2個使うことでガッチャードが完成しますよと。で、一部シールなんだけど、そのシールを最低限にして重塗装にしましたよっていうのがプレミアムエディションっていうプレ版限定の4950円税込みのものも解禁と同時に発売され、これがね、複眼がシールからクリアパーツになってるよとか、あとは本来シールだったところが結構塗装になってるよとか、穴なし握り拳もついてるよとか、武器持ち用の角度手首がついてるよとか、足裏の大騒動的な足裏柄もシールで付属してるよ、さらにチームホッパーワイルドには背面塗装追加してるよ、シルバー塗装とか頭部周りも追加されてるよ、あとは支柱もついてるよ、でかなりプレミアムな内容になってて、これだけついて約5000円で買えて到着は11月だよっていうものもあるんだけど、そんなさなかガシャポンを出す意味とは何か、仕様が違うのか。なんとプレミアムガシャポンにて食玩アクションフィギュアシリーズ総動の発売が決定いたしました。食玩版の情報すでに解禁されておりますが、そんな総動カプセル版ガシャポンエディションはガシャポン特製仕様が実現。何が特製なのか、気になる特別仕様について2つの特製ポイントを本日ご紹介。でまずラインナップは、てか価格いくらなの、その前に絶対1500円でしょ。あ、やっぱそうだ、1回1500円。これはいつものプレミアムガシャポンと変わりませんね。アルティメットルミナス終わってしまったのか。僕めちゃ好きだったんだけど、プレミアムガシャポンのアルティメットルミナスシリーズもう作れないのかな、1500円では。まずラインナップとしては2種類1500円で完成してんのか。食玩版だと650円 ×2 だから1300円なんだけど、要は200円アップしてるから、その分何か違うはず。スチームホッパーワイルドは、これ1500円高くない？食玩の方でも2個で完成だ。カードはね、これもう本当にボーナスパーツなので、これ価格に含まれてませんから。って考えると、別にこれ、こっち1500円でいいのか。ちなみに僕はこれアーマーがパージされてこの形になると思ってたけど、どうやらライダー自体が変形するこのワイルドスタイルに。そんな感じっぽいですね。スチームホッパー、スチームホッパーワイルドを収録した全2種、食玩版と異なり、ワンカプセルで1体完成する仕様になっています。まずポイント1、複眼がクリア、複眼がクリアなハイグレード頭部仕様で、プレミアム版じゃん。ガシャポン版が、ほんとだ、ここクリアだ。絶対これ見栄えいいよね。クリアパーツを使用し、複眼のディテールをリアルに再現。頭部はプレミアムエディションに付属するパーツと同仕様です。本商品はプレミアムバンダイにて受注中のプレミアムエディションに採用された豪華版頭部がセットされてます。だいぶ重要情報ですね。特製なのはそれだけではなく、じゃだったらこっち買った方がよくない？あ、これ限定パーツも丸々プレ版のやつじゃん。限定パーツ多数収録、なびきマフラーで穴なし握り拳、そして足裏のガラシールで
キックシーンをかっこよく再現というコンセプトのもとに、足裏パーツやアクション用マフラーとプレイバリーを底上げするさまざまな限定パーツを収録しています。2種集めることで画像のような迫力のアクションを再現可能。ああ、じゃああれだ。ワイルドの方にパーツが分かれてるわけか。プレミアムエディションに付属するパーツと同形状になりますが、こちらは一部シール貼りの仕様になります。そういうこと。これ強引にグレード落としてないか？ここ確かにシールだ。これ成形色でいけるだろう。強引に差別化したね。さらに通常品に収録の台座が各種に付属、プレミアムエディションに付属する支柱は付属しませんと、そこは差別化で、このようなセット内容で、なのでかなりプレミアムエディションに近いんだけど、スチームホッパーワイルドに関しては食玩版と同じと。あー、ここで調整してんのかな。プレミアム版だとホッパーワイルドもこの部分ね、塗装とかが追加されてたりとかして、シールがまあほぼほぼない、ここぐらいなのかな、なんだけど、ガシャポン版はややこしいな。2番はシールありのホッパーワイルドで、シールありの穴なし握り拳とか、あ、斜め向き持ちってで、これもシール、さらにアクション用マフラーがこっちにつくと。まあでもあんまりこだわらなければ、1500円で食玩よりグレードアップしているスチームホッパーが出たら、こっちが当たりって感じですよね。そもそも食玩版のラインナップは武器とかがさ、ほらホッパーワイルド側に行っちゃってるので、あとは副側もシールだし、こっちも開き手と握り拳武器持ち手がついておりますので、あー、まあ何か一体スチームホッパーのフィギュア欲しいってなったら、ランダム要素はありますけど、このガシャポン版が一発で当たれば一番大勝利感はあるな。ガッチャージガンついてくるし、でよりアクションポーズを楽しみたい場合は2番も出すといいですよと。まあ、最悪の場合は2番2回出たりすると、要はワイルド2回出たりするともう最悪って感じっすね。どう遊べっちゅうねんみたいな。3000円消費するしね、2回で。そういうことね、っていう風に差別化されてるようです。まあでもこれ3回やったらさ、もうプレミアムエディションの5000円とそんな変わんないから、で11月発送って考えたら、まあ最初から握り拳とか塗装、あ、でもここあれか、ブラックはシールか、まあ角度手首とか穴なし握り拳とかがついてだったら、僕はなんとなくプレ版版のこっちの方が良くないみたいな印象かな。頭部こそプレ版版がガシャポン版ついてくるけど、あとは塗装ね、こっちの方が増えてますので、まあ絶対3回は回すでしょう。4500円だもんね、っていうちょっと危うさがあるんじゃないかなと思います。まあ情報として一応こういうものが出ますよと。あ、ライドギアコレクション、毎年さ、こういうのをいつも3段ぐらいまで出て、それをレビューするのが僕すっごい楽しかったんだけど、もう最近出なくなっちゃったね。技術とかもね、全然続編なかったし、最近はこういう300円とかさ、200円とかで買えるおもちゃがね、ほんと減っちゃって、なんかレビューする方としても寂しい。大物ばっか。いや、なんか最近高額品のレビュー多くない？やっぱこういうね、ちょっと低価格帯のものもね、レビューしたいんだよね。で、ライドケミートレカミニチュアチャーム。へー、カードはダイキャスト製なんですって。昔食玩であったアルミチャームみたいな、そんな感じっぽいな。じゃあガッチャードのその特別なガシャポンページ見てみよう。はい、ガシャポンオフィシャルサイト来ました。これか？あー、これだ。ほんとだ。ソードがガシャポン特製仕様で登場。で、さっきと同じことが書いてありますね。やっぱそうだね。この辺全部シールなので、食玩仕様そのまんまと。で、通常品からプレミアムな感じに変わってますけど、ほら、ここさ、握り拳シールとか見栄え悪すぎでしょ。いやー、強引にグレード下げたって感じだな。差別化するためにシール貼るかみたいな。なびきマフラーとかでも足裏とかはね、プレミアムエディションと変わりませんよ。そうだね。ほんと運よく1が一発出てたら、大勝利のラインナップなんだと思います。最近はガシャポンでこういうアクションフィギュア出すのも多いですね。キングオージャーも出てるしって感じで、数ヶ月ぶりにガシャポンブログが更新され、これまでなかった騒動がガシャポンで買えるっていうね。しかも食玩と仕様が違いますよと、食玩版よりパワーアップしてますよっていう、また面白いことになっておりますので、11月になったらこれは回したいと思います。ではリンク貼っておきます。以上レオンチャンネルでした。